バレーボール 2014-15V プレミアリーグは2014年11月15日から2015年4月5日にかけて行われた V プレミアリーグの V リーグから通算して第21回大会である。本年度より試合方式及び優勝決定戦の方式を大幅に変更している。変更のポイント世界大会で導入されている勝ち点制の導入。 ポストシーズンの大幅な変更価値転生の導入価値転生を新たに導入し、セットカウントに基づいてポイントを与える3から2から1ポイントシステムを採用。このシステムの導入により世界大会基準に近づけることを目指している。ポストシーズンの大幅な変更昨シーズンまでの上位4チームによるセミファイナルラウンドファイナルラウンドを廃止し、上位6チームによる V ファイナルステージに変更した。V レギュラーラウンド1次リーグ。男女とも、下記8チームによる3回戦争あたりを行い、勝ち点により、上位6チームが、ファイナル6、2次リーグ進出。7.8位のチームはこの段階で順位が確定し、チャレンジリーグ上位2チームとの入れ替え戦、チャレンジマッチに出場する。V ファイナルステージファイナル6ボルトレギュラーラウンドの、 上位6チームによる1回戦争あたりとし、上位3チームがファイナル3ファイナルに進出する。勝ち点は、レギュラーラウンドの順位に応じて、あらかじめ持ち点を配点し、これに各試合ごとの成績によって与える勝ち点を、合計した成績によって、順位を決める。4から6位のチームはこの段階で順位が確定する、ファイナル3ファイナル2013。 14シーズンまでのファイナルラウンドに相当する決勝トーナメントはファイナル6の1位のチームをファイナルにシードするパラマス式トーナメントでいずれも1試合制で決定するファイナルの勝利チームを優勝敗戦チームを2位またファイナル3の敗戦チームを3位として確定するファイナル6の勝ち点ファイナル6においてはレギュラーラウンドの順位をもとに あらかじめ次の勝ち点を持ち点として与える。上記の持ち点に、ファイナル6の試合ごとに与える勝ち点を加算し、これらの合計ポイントの高い順番で順位を確定する。なお勝ち点が同じ場合は、レギュラーシーズンの上位チームを上の順位とみなす。公募により、V の光、新たな一歩を踏み出す時からに決定した。V ファイナルステージの各試合で勝利に貢献した。 選手に送る個人賞 V リーガーオブザマッチを新設した。全試合がライブでニコニコ生放送にてネット配信された。シャジチームはホームチーム。11月15日、11月16日、11月22日、11月23日、11月29日、11月30日、12月20日、12月21日。1レックの結果謝辞チームはホームチーム。 1>, 1月10日、1月11日、1月17日、1月18日、1月24日、1月25日、1月31日にレックの結果シャジチームは、ホームチーム。2月1日この試合で首位の JT サンダーズは7位であった、j テクトスティングスに勝利。JT のレギュラーラウンド6位以上が確定し、V ファイナルステージ進出が決定した。 2月7日この試合に勝利したサントリーサンバーズは、V レギュラーラウンドの6位以上が確定し、V ファイナルステージ進出が決定した。2月8日2月14日この日の試合の結果、パナソニックパンサーズ、トヨタ豪勢とレフェルサが、V ファイナルステージ進出を決めた。2月15日2月21日この試合に出場した、パナソニックの谷村隆は、 V リーグ通算出場数が230試合となり、V リーグレ予賞の受賞資格を得た。この試合に出場したサントリーの鈴木博士氏は、V リーグ通算出場数が230試合となり、V リーグレ予賞の受賞資格を得た。2月22日サンレックの結果、3月1日、3月7日、3月8日、3月14日、3月15日、3月21日、3月22日。 上記の結果により、優勝、JT2 位、サントリー3位、豊田合成に決定。3月28日、3月29日、謝辞チームは、ホームチーム。11月15日、11月16日、11月22日、11月23日、11月29日、11月,日11月30日、12月6日、12月7日、1レックの結果、謝辞チームは、ホームチーム。 1>, 1月10日、1月11日、1月17日、1月18日、1月24日、1月25日、1月31日にレックの結果社事チームは、ホームチーム。2月1日この試合で、久光製薬スプリングスは敗れたが、7位であったトヨタ車体クイーンシーズも敗れたため、久光製薬のレギュラーラウンド6以上が確定し、V ファイナルステージ進出が決定した。 2月7日この試合に出場した、トーレの高田アリサは通算出場試合数が230となり、V リーグレイ予賞の受賞資格を獲得した。2月8日2月14日この日の試合の結果、NEC レッドロケッツ、岡山シーガルズ、アゲオメディックスが、V ファイナルステージ進出を決めた。2月15日2月21日2月22日 3? レックの結果2月28日3月7日3月8日3月14日3月15日3月21日3月22日上記の結果により優勝 NEC2 位久光製薬3位上ゲ尾に決定3月28日3月29日ありがとうございます